こんにちは、ナースケです。今回なんですけれども、あ、すみません、自己紹介お願いしていいですか。あ、コウスケです。海外でメイクアップアーティストを、やりたいなと思って今、練習しています。めっちゃ棒読みじゃない。あっち YouTube なんで。コウスケくんはもともと Twitter とかで、そう、相互フォローだったかな。相互フォローで、インスタもここら辺にドンって出してくるんだって。TikTok も最近始めて、そうなんです。やばい人が僕の家に来てしまったという感じで、コウスケがなんとメイクがすごいんですよ。一番得意なメイクとかあるんですか？なんか韓国風メイクが好きですかね。ありがとうございます。この撮影をしようと思ったきっかけが、まあ、結構僕本当に恐れ多いですよ。恐れ多いっていうのは僕も分かってるんですけど、はい、ジミンさんに似てると。これは炎上しますね。これはやばいんじゃないですか。目元がよく結構似てるね。本当、うん、なんかよくアイシャドウしてるんじゃないかって言われてて、うん、アイシャドウって何っていうのまず TikTok とか出しても、うん、素晴らしい韓国人ですねみたいな。韓国のちょっとメイクをコウスケくんがすごい、韓国のメイクがすごい上手いから、ぜひちょっとお願いしたいなと思って今回やらせていただきます。ぜひ。なんか多分僕の見てくださってる方は全員が全員多分メイクをやってる方じゃないと思うんですよね、うん、なんで男性メイクってどんな感じなのかなっていうのをざっくりこの動画で説明しつつ、うん、こういうメイクって意外と身近なものなんだなとか感じていただければなと思います、うん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。コウスケくん、マッチョなんですよね。ちょっとこれだとナースケフィットネスのフィットネスどこ行ったってなるんで、うん、じゃあ変身しましょう。じゃあ一緒に。わかりました。いきます、せーの。まずは肌を綺麗にしていきたいと思います。肌ね、肌綺麗な方だけどやっぱベース作った方がいいかなって思うから、うんうん、なるほど。ビフォーの写真撮りました。最悪すぎる。この保湿クリームと下地が一緒になってるクリームです。結構アメリカのメイクアップアーティストさんとかが使うらしくて、なんか敏感肌にも使えるっていう。これでベースを作っていきます。すごい。初めてメイクされますか？実はね、ゲテさんにね、質問あったのよ。そうなんだ。マジで登録者数めっちゃ少ない5000人とかの時にコラボしてくれて、感謝しかないので、もっと伸びたらお礼しに行かなきゃと。それも実はね、韓国メイクなんです。おやばい、対決だこれ。ほんとメイクなんか初めてで、一発目ゲテさんだから、いやすごいよそれ、いきなりメジャーリーガーみたいな。これでベースができました。あ、なんかすごいちょっとうるっとしたとか、うるっとしてる、艶っぽい感じが、うん、次はファンデーションを塗っていきます。これはメイクアップアーティストさんが結構この現場とかで使えるようにいろんなファンデーションを切って埋め込んでるみたいな。えー、そうなの？そんな色ないかな。あ、そんな感じでやるんだ。結構色白いよね。白いね。イメージとどうだった？いや、なんかもっと、うん、色はなんかそのもっと黒いかなと思ったけど、うん、合った感じはなんかほんと動画通りの人だなっていう。ゴリゴリ系じゃない筋肉マンみたいな、うん、韓国系だからちょい白め。なるほど。そう、ちょっと首の色と色は変わるかもしれないけど、すごいな。女性の大変さが分かるかもよ。すごい分かる。こんなにやってるんだ。結構時間かける人はかけるからね、うん、でもハマっちゃうかもよ。ね、そう、結構最近、うん、自分本当に乳液も化粧水もやらない人だったの、うん、だけどオールインワン、うん、めっちゃ楽じゃん。めっちゃ楽。お風呂上がってすぐつけるようにしたら、うん、やっぱり肌の感じ違くて、あ、これ続けようと思って。大切だよね。そう、やり始めて眉毛も描くようになったの。おお、全然めっちゃ下手くそだよ。なんかちょっとわかるわ、気持ちいいと思って。最近やっぱさ、メンズコスメってすごい流行ってるじゃん。流行ってるね。でもなんかすごい魅力を感じた。すごい素敵。今日めっちゃ楽しみだった。本当に結構ね、うん、サラリーマンとかの人とかもやるらしいよ、うん、30代40代、でも印象変わるもんね。そうそうそう、プレゼンとか、うん、ズーム会議がやっぱコロナで増えたじゃん、うん、それで自分の顔って男って見ないじゃんあんまり、うん、俺ってこんな老けてたんだとか疲れた顔してんのみたいなのを、うん、ズームで気づいて始めるとかが結構多いらしいよ。それすごいね。うん、あ、もう全然違う。だいぶもう韓国すげーアイドルっぽい、ちょっと白めの感じで、うん、ここからツヤは抑えていくけどね。すごい。じゃあ鼻とかを高くさらにしていこうかなって思って、影をつけるの？そう、影をナチュラル目を意識したいからガッツリはいかないけど、ちょっとこれで鼻がさらに高くなった気がする。ほんとだ。あ、すごい。ちょっと高くなったね。すごいな。もうちょっと小顔にしてみようかな。じゃあ
った。小顔にしてみようかな。これほんとね、コントラっていう技術なんだけど、結構それ難しいんだけど、うん、これのアイテムはほんと失敗しないから、ほんとにメンズにもおすすめ。&B っていうブランド、日本の川北さんっていう結構有名なメイクさんが作ってる。ほんとにね、失敗しないからおすすめです。これでちょっと小顔になったんじゃないでしょうか。すごい。影をつけるんだ。影をつけました、ちょっと。そしたら、パウダーでテカリを抑えていこうかな。テカリを抑えるんだ。そう、パウダーで。危ない、くしゃみしたら終わりね。終わるね、もう部屋が。男性テカるじゃん、うん、俺とかめっちゃテカるんだけど、うん、そういう時にパウダーだけやる人とかも結構増えてるらしい。あ、すごい。テカリを抑えて。ほんとだ、さっきなんかトゥルットゥルだったもんね。そうそう、さっきはね、ちょっとなんかオイリーみたいな感じだったけど、うん、そんな感じでベースができました。あ、これベースなんだ。まだこれでベースです。これだけでも日常生活だったらいけると思うんだけど、うん、韓国メイクなんで、うん、目元とかを印象的していきたいなと思います。アイシャドウ、すごい。あ、これアイシャドウなんだ。これアイシャドウ。あ、これが言われる。よく言われるアイシャドウ。持ってない、持ってない。こんな本当にこれで描くんだ。これで描いていきます。すげえかっこいいね、これ。ね、かっこいいよね。うん、匂いはしないね。あ、匂いしないんだ。うん、いい匂いって言おうとしちゃった。負けた。あ、これ苦手なんだよね、本当に。あ、喋ってないとか目開けられないの。そう。え、下だけちょっと塗ってみて。すごい、急に静かになったね。で、これはマックのアイシャドウ。アイシャドウです。またアイシャドウです。やばい、アイシャドウばっかだね。集中しろ。わお、ちょっとこんな感じの。すげえ、ナチュラルな感じ。ちょっとだけ、はい、まつげを上げようかなと思って。え、目上げていけばいい。そんぐらい大丈夫。ちょっと上げてる。お前集中するよ今。眉毛を結構ね描いてもいいんだけど、うん、今回はこのジバンシーのミスターシリーズから出てる透明のやつでやっていきたいと思います。ジバンシー。そう、ジバンシー。眉毛結構生えてる人は、うん、眉毛を生かす方が結構なんかナチュラルに仕上がるかなと思ってて、透明だから別に本当にメイクしてるとか思われないし、ただ毛並みがこう揃うから印象的な。ジェルみたいな感じ。そう、ジェル、ジェルやるだけだから。すごい。そう、おすすめ。ちなみにおいくらですか。5000円とかじゃない。こんな感じで眉毛までやってみて。あ、すげえ。見ました。本当は毛並みが。そう、毛並みをちょっと整えてリップを塗ってみたいと思います。ピンクっぽいのが似合いそうだからな。これウーノのやつ。すごい色だね。そう、すごい色なの。体温で色変わるんだよ。ちょっと韓国アイドルっぽい感じに。すごいすごいすごい。なってきたんじゃないかな。リップを塗ってしまった。リップも塗ってしまいましたね。すごい。めっちゃ地味っぽいんじゃない。本当に。あ、すごい。髪型を最後完成させて。あ、これ下ろすだけでもいいのかな。あ、いいね。ちょっと前髪重めな感じとか。全然違う人に。ナチュラルな感じだよね、うん、ナチュラルな感じ。あ、すごい。韓国人だね、もう。韓国人だ。うん、アニョハセヨ。韓国人っぽい。すごい。これで完成ですか。完成ですね。ちょっと細かく見せていきます。目がすごいね、やっぱり。全然違う。これが本当のアイシャドウだね。これが本当のアイシャドウ。自分じゃないみたい。すごーい。まあ、なんかちょっとぽいわ。ぽいわ。じゃあこれでメイクの方が終了に。終了になりました。コウスケくん、これから YouTube やる。これから YouTube を始めます。結構僕メイクアップアーティストで海外に出たいなって思ってるんで、うん、海外への道みたいなのを発信しながら自分にもメイクしてやっていきます。めっちゃ楽しみ。すごい。一発目の動画がこの概要欄に貼ってありますので、ぜひそっちの方をチェックしていただくのと、インスタの方もね、メンズコスメが身近じゃなかった人も結構興味を持てるような内容なのかなと僕はかなり思ったので、全く興味のなかった僕が興味を惹かれたジャンルだったので、ぜひちょっとチェックしてみてください。お願いします。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。